皆さんこんにちは、パズルオーです。今回もご覧いただきありがとうございます。今回はこちらの9連冠ですね、こちらを紹介していきたいと思います。と言っても9連冠以前こういう9連冠を解き方とか紹介した動画がありますが、今回はこちらの花山さんから出てる活能シリーズで新発売された9連冠です。で、世界最古9知恵の輪と書いてありますが、で、超難解知恵の輪と、世界最古の知恵の輪とされている9連冠、まあチャイニーズリングって名前もあるパズルです。で、ここに9個の輪っかですね、9連冠っていうのが9個の輪っかっていう意味なので、この9個の輪っかからこの細長いパーツを外していくというパズルです。で、今回普通の9連冠と違って、この下のパーツがこのように音符のデザインになって、まあ可愛くなっています。で、今まで日本のメーカーで9連冠ってあんまり発売されてなかったと思うので、今回花山さんからこうやって、まあ、発売されて非常にすごいな、嬉しいなと思います。で、今回は、まあ、9連冠は以前の、まあ、解説した動画があるので、そちらを解説欄にも貼っておきますが、まあ、一応外してはいきますが、いろいろ喋りながらやっていきたいと思います。ということで、早速外していきます。で、最初なんですけど、結構2通りあって、こうやって2つの輪っかをこう通す場合と、この1個だけここに通す場合があるので、9連冠の場合、最初はこの1個だけですね。こっからスタートです。で、こうやって輪っかを入れたり出したりを繰り返していって、この細長いパーツを外していくと。で、一番最初のゴールは、これで言うと一番右端の輪っか、これですね、を外します。よっと。で、こうやってどんどん動かしていくと、よいしょ。で、こう輪っかを入れたり出したりをずっと繰り返していくので、なんとなく編み物をしてるような感じになりますね。よっ。で、これでどんどん動かしていきます。よいしょ。まあ、9連冠は本当に世界最古のパズルと、知恵の輪とされているものなんですけど、花山さんから出るのは嬉しいですね。しかもこんなデザイン可愛くなって。やっぱちょっと多分サイズも小さめになっていて動かしやすいなと思います。よっ。どんどん輪っかを入れたり出したりを繰り返していくと、よっと。よ、ここまでいくと、右側に2個引っかかるので、そうするとこの奥の輪っかをこのように外すことができます。まあ、そしたらまた同じように繰り返していくと。よいしょ。ちなみに、ですね、9連冠でこの輪っかを1回ここのパーツに通すの一手としたときに、9連冠は341手かかります。なので、まあ、単純に1秒に1回輪っかを通すとしても340秒かかると。なんで5分とか6分ぐらいかかる計算ですね。よいしょ。あと9連冠って9個輪っかがあって9連冠なので、5連冠とか7連冠とかあります。で、大体奇数が多いんで、もちろん6連冠とか8連冠とかもあるんですけど、大体奇数の場合が多いですね。で、これも、解き方のというか、この手数を求める式があって、よいしょ。
奇数の場合と偶数の場合でちょっと計算式が違ったりするんですね。でその計算式に当てはめると、9個の輪っかだと341ってかかると。でちなみにこれより1個上の奇数だと11連冠の場合はもう手数が一気に大きくなって、よいしょ、11連冠だとだいたい1000手以上かかる計算になります。よいしょ、1000手以上は大変だな。よいしょ、これだけでも結構疲れてきます。あとこれ一回、外したらもちろんもう一回戻すんですけど、外す作業と戻す作業がこの輪っかを入れたり出したりするのがやることがそんなに変わらないので、これたまに途中で止まっちゃうと、外そうとしてるのか戻そうとしてるのかよく分かんなくなってしまうので、まあ、ここでもう一個ここが抜けます。これで一段階進むんですけど、途中で止めちゃうと、外す方向に向かってるのか元に戻す方向に向かってるのかよく分かんなくなってくるので、まあコツというかですね、外すときは、外れるまで一気に動かしちゃった方が分かりやすいです。よいしょ、どんどん動かしていきます。一回ここ今、7個分輪っかのところにかかっていますので、一回こうやって7個にしてですね、でここからまた7連冠を外すみたいな作業になるので、そうやってどんどん外していきます。あと花山さんの活能シリーズで今回新商品が、ルービックキューブのいろんなバリエーションのタイプのパズルも出てるので、あ、これでもう一個にもう一段階進みます。なのでそれもぜひ紹介してみたいなと。いろいろ立方体じゃない形のとかですね、あとその動く面が結構特殊なものだったりだとか、結構いろんなパズルが出てますよ。あと輪っか6個分ですね。よいしょ、でここでこれ2個残ると奥側のリングを1回外すことができます。でこれで全体的に左側にどんどん前進していくというか、よいしょ、よっ、もうすぐ外れそうかな。あと4つ分ですね。よいしょ、よいしょ、であと3つ分ここを外して、これで、はい、これで、こちらのパーツをすべて外すことができました。まあこれで完了というか、もう一回戻して、まあこれが元通りにしますというパズルです。ということで元に戻してみました。元に戻すまででも10分以上かかりますね。多分めっちゃ早くやっても7、8分ぐらいかかるんじゃないかな。さすが超難解、知恵の輪です。ということで今回、花山さんの数のシリーズで発売された9連冠の紹介でした。まあ、デザイン可愛いので飾っとくだけでも結構おしゃれかなと思いますが、もちろん解いても面白いです。時間かかりますけど、世界最古のパズルとしてぜひ楽しんでみてください。チャレンジしてみてください。ということで今回もご覧いただきありがとうございます。それではまた。